えこんにちはトルーパーズの山中です S& グラフさんの JF89 式 M4 用シングルマガジンポーチファスティックスこちらを紹介いたします、えっと、89式や M4 系用のマガジンポーチになりますそして2本収納可能ということでこちらフラップに関してはファスティックスバックルとベルクロマジックテープですねこちらでの開閉になります若干の調整が可能になっております こちら背面には2本のパルルステープモールテーーーププモですねこちらはボタンでもマジックテープでもなくてこのように厚めになったちょっとしたプレート状を刺して固定しておくというとっても効率がよくてシンプルで装備の付け替えがとってもなんかスムーズにできそうなうんシンプルでいいいいなぁと思いますね。うん、製作上ののポイントなんですけどこちらの縁 ラップにあるこの縁の縁部分ですねこちらのバイアステープっていうのがちゃんと陸自明細で作ってますよっていう企業側の推しみたいです、はい、では詳しく見ていきましょうこちらはこのマジックテープということと若干こちらバックルの部分も調整ができるっていうことで割と幅広く使えるんじゃないかなと思います、はい、まずは自衛隊89式マガジンから。 まず1本入れてみましたこれは逆にフラップが余るぐらいですかねまあ1本でもしっかりとある程度締め込むことができます、えー、ではほぼ同じサイズ M4M16 用こちらもこのまんま入れてみましょう、えー、特に引っかかることなく普通に入りますねフラップも締めてもまあもちろんねこれがスタンダードな ジャストフィットに作っているんでしょうからね。このように二本ぴったり収まります。A. K. 四七。お。約二センチちゃんとベルクロがかませることができますね。そしてバックルも。ちょっと伸ばして。あら。A. K. 四七しっかり入りました。そんな揺れないよね。 G36 シリーズあらあらまあぴったりですねやっぱり M4 が2本入るマガジンポーチって優秀ですね G36 も OK です MP5 シリーズとりあえず2本余裕で入るからちょっと3本目がないので MP7 のマガジンを代用で 入れてみますよいしょあいい感じ、うん、フラップもしっかり閉まりますねはいこんな感じでしっかりと収納できますちょっと短い G3 系あこのぐらいまで埋まってしまいますねこの場合はポケットティッシュなど詰め物をそこに一緒に入れてください 鼻風邪ひいた時にも便利です。スカー H も入れてみます。あ、これもちょうどいいかもしれないですね。なかなかいい感じで収まると思います。ついでにこうハンドガン M92F を入れてみます。うん、このマジックテープっていうのがね、いいですね。こうやって使えるわけですね。うん、ハンドガン用のホルスターとしても。 しかもこの形でやると右利きでも左利きでもある程度万能に使えてしまうという結構優秀ですね。はい そエスアンドグラフさんの JF89 式 M4 用シングルマガジンポーチファステックスこちら下の説明欄にリンクの方を貼っておきますのでよかったら検討の方よろしくお願いしますそれでは最後までご視聴いただいてありがとうございました店舗同様にトルーパーズではウェブサイトにえ他にもフラッシュライトやミリタリー用品サバゲー用品護身用品それぞれたくさん並べておりますのでよかったら見ていってくださいそして営業時間ただいま 月火を定休日とさせていただいて水曜日から日曜日までの11時から20時までを営業としています。でよろししくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。